財政があったら結婚しようって言って、お無理ですって3秒で帰ってきました。大谷さん結婚してますから、そうでそのたんび言われるわけですよ、はい、俺が結婚してやるっつってんのに、いやいやもう結婚してますから。日テレプラスマージャンリーグプレゼンツ、ヤングマスターズへの道、よいしょー、はいはいはい、来ましたね。さあ CS 日テレプラスがお届けしているマージャン番組、天守速攻のセイラーズリーグ、豪太一戦のパイレーツリーグ、2つに分かれてしのぎを削るリーグ戦がヤングマスターズペナントレースですが、今回はそのスピンオフ企画でございます。教えていただくのはパリーグ代表井出康平プロです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあシーズン1、2は打敗について伺いましたが、シーズン3は敵を知るべしヤングマスターズ人物伝と称しまして選手紹介をしていただけるということなんですが、今回はどなたを。最速マーメイド、お魚谷プロを紹介したい。魚谷プロ、いやもうこれもね、うん、本来は説明不要、うん、まあまあまあ、もう今女流プロのレジェンド、そうですね、すごいですねタイトルとかね、一番タイトル取ってる女流プロになってしまってるわけなんですけれども、はいはい、ただねこの子がまだ出てこない時から私はこの子知ってるわけですよ。一応井出さんのが先輩、先輩、僕のが先輩なんでね、簡潔に言うと、はいはい、まあかまってちゃうんですよ。あ、普段が、はい、あなるほどなるほど。特にデビュー当時というのはまだ魚谷優美というなんか売れてなくて、はいはい、私ここにいるよ、私見てようが半端じゃなかったんです、うんうん、でもいいんじゃないですかプロとしては。そうなんです、すごく大事なね一面ですよね。でね、うん、まあもう何十年も前の時効の話だからいいですけど、はいはい、痛えなと思って見てたんですよあ、痛い子だなと、痛い子だなと、あなるほどなるほど、思って見てたんですよね、はいはい、でも目に入るわけですよ、はいはい、やっぱりツイッターとか SNS、うんうん、大谷のね、はいはいはい、書き物が、はい、そしたらね人ってね面白いもので、はい、やっぱりうーんって一周してくると、はい、可愛くなってくるんですよあなるほどなるほど、はい、今井出さんは可愛くなってきた。いやもう僕は3週ぐらいしちゃって、はいはい、もう魚谷信者ですよね。ああいいじゃないですか、はい、でねとにかくこの子は努力家で、うん、一生懸命で、はいはいはい、某漫画でいうとあの純粋な心がないと乗れない雲あるでしょ某漫画で、はい、あれに乗れる子です。あ乗れる、そういう子なんですよ、はい、だから、うん、どんなこう叩かれ方をしても、うん、結局は最後巻き込まれてその人たちも魚谷ファンにしてしまう。あすごいすごい方じゃないですか。そうなんですよ、だから魚谷は根気強くそういう人たちもどんどんファンにしてしまう、うん、要はオセロでいうと黒が白にひっくり返していっちゃうような、はい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 、現象を起こす子なんですよ、うんうん、じゃあもう本当火の打ち所がない、ない、あいや火の打ち所だらけなんですよ。もともとはね、もともとは、元はでも今はそれがもうひっくり返っちゃってるでしょ。ひっくり返るで、うん、そんな人間臭さにやっぱりみんな魅了されていって、うんうんうん、どん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 こう魚谷ファンが増えていく、はいはい、ということは、はい、井出さんは結果魚谷さん好き。まあ僕ねよく魚谷に言ってるんですよ、これ魚谷に直接言ってる言葉なんですけど、はい、来世があったら結婚しようと。おお素晴らしい、おめでとうございます。でも、はい、無理ですって3秒で書いてます。まあ魚谷さん結婚してますから、そうです、そのたんび言われるわけです、はい、俺が結婚してやるっつってんの。いやいやもう結婚してますから。であなた結婚してないから、あれさん、あれさんだからもう今麻雀業界ではなくてはならない存在、そうですね、になっているということで僕今ちょっと思いましたよ。何をですか。いやこう YouTube ね、はい、約1年ぶりじゃないですかこれ。まあそうですね、はい、ね、はい、褒めて褒めてって、はい、面白くねえんだよ褒めたくない、褒めたくないよ本当は、本当は本当はもう嫉妬してるんでしょ、いっぱいタイトル取られて。やっぱりね、うん、あのセリーグが白鳥やってるでしょ、うんうん、でパリーグ私やってますよね、はいはい、数字の差が出ちゃってんのよやっぱりYouTube ってそこがね、そうはっきり出ちゃいますから、ね、残酷ですよ確かに